行動と改革への挑戦。主役はあなた。ドラマチック330A。ライオンズクラブ国際協会 330A 東京地区ガバナーの河合でございます。私はライオンズクラブの一メンバーとして未来を担う青少年の健全育成ということに心を砕いてまいりました。しかし一方では痛い気な体で難病と戦う子どもさんたちがいられます。そしてまたそれを支える家族の方々の大変なご苦労がございます。一メンバーとして、そしてたまたま地区ガバナーとさせていただきましたので、何かそこで勇気と元気を与えられるような機会を持てないであろうかということを模索いたしてまいりました。今回地区のメンバーの皆様、いろいろな方々の多数のご協力を得て、私の熱い思いがこのような形で実現することになりました。今私たちにできることは何でしょう。その小さな小さな答えの一つに今日のこのイベントがなりますことを心から祈っております。本日はご来場いただきましたことに改めて心より御礼を申し上げます。ありがとうございます。難病と向き合っている子どもたちがたくさんいます。難病とは一体どんな病気なのでしょう。原因がわからない、治療法が判明していない、それが難病なのです。進行を防ぐために数時間おきに必要な処置を行わなければいけない子どももいます。しかし理解不足から学校内でその処置を禁止される現状もあるのです。周りのみんなが病気のことを少しでも知ってくれたら、ちゃんと理解してくれたら普通に暮らしていけるのに。だから周りのみんなにもっと知ってほしいのです、子どもたちのことを。難病と闘っている子どもたちの中には、一見したところ普通の子どもと何ら変わりない場合もあります。そのせいで友達からからかわれたり、学校からの理解を得られずに、病気とは別の困難を日常生活において強いられています。みんなが知ってくれたなら特別扱いはいりません。ありのままの子どもたちを受け入れてくれるだけでいいのです。もちろん手助けが必要なこともあります。でも普通に接していられることが大切なのです。難病の子どもたちにいつも明るい未来が約束されているわけではありません。でも希望の明かりを消さずに前を向いて歩いている子どもたちがいます。そんな自分を大好きと日記に書いた少女がいます。重度の病に侵され、日常生活が困難な子どもたちも大勢います。家族と一緒に暮らしたい、家族に甘えたい、そんな当たり前のことも我慢しなければいけないのです。双子の女の子がいました。予防接種を受けなかったことで二人の運命は大きく分かれてしまったのです。それでも二人は家族なのです。姉妹なのです。一生変わることはないのです。目をそらさないでちゃんと見てあげてください。楽しいことがあれば笑ってくれます。子供たちは一生懸命生きています。子供たちの笑顔を絶やすことなく見守っていてください。その未来を。私たちにできることは何ですか。